あ、下手すぎる。白要素足りえないですね、まさにね。キルされてないから白っていうのはね、よく聞きますけど。あんまり意味ないですね。ちゃんと柔軟に考えよう。はい。はい。ナイスです。NB。ナイスボタン。ナイス。ごめんよ。NB。グッドボタン。ゲンさん、じらしましたね。ユーバランス。NB って。じらしてたんですか、私。いや、生まれるの3秒くらいじらしましたね。ああ、てか、1回あれ開いちゃいました、タスクマップを。ああ、なるほど。ドメインにあるかなって、チラッて見て、できそうなレロかなと思ったんですけど。え、生まれる前にマップで開けるんですか。いや、開けないです。いや、生まれた上でじらしたらしいです。すいません、私がなんか微妙に見ちゃう。ああ、動かないで。パクとかじゃなく、生まれるのか。なんかスキンがちょっとややこしくなってる。うん。サントスさんがキモい、キモいコスプレしてるサントスさん。モブ女子が。はーい。こっちなんですね。モブじゃなくてメインヒロインよ。メインヒロインよ。はーい。トイストーリー出てきそう。ゾンビ映画で一番最初に死ぬ女。いや、意外に生き残るタイプかもしれない。しぶとく。配線3秒、ダウンロード10秒、アップロード絶対しない。黄色、移住回収だけして、本命に向かう。あ、下手すぎる。黄色、水色。シャワー室まで行くか。黄色、水色、ピンク。ボタン押そう。うわぁ、2キルか。おぉ、夏目先生死んどる。バイタル情報夏目先生の声が。バイタル情報があります。ボタン押される10秒前ぐらいかな。に死んでます。2人ともです。一気に死にました。ダブルキルっぽい。ほぼダブルキルっぽい感じでしたね。ちょっとずれてはいましたけど、ほぼ同じ時期。なるほど。あ、すいません。で、はい。現です。どっちのお肉か分かんなかったんですけども、エレクトリカルの、上から番号順に言うと8個目の部屋ですね。に、レポートボタンが光ったぐらいで終わりました。電気室最後に2にいたと思います。座敷さんも見たかな。はい、2、そこを見て確認しに行こうとしました。あ、じゃあ、ゲンとお肉ですね、じゃあそれは。どっちの肉かちょっと分かりません。すいません。なるほど。サントスさんを、エレクトリカルで見てます。コミサボになったときに、はい。座敷も見てます。コミサボには、寺戸さんとオラフ君と赤の洗濯業者がいて、で、チャゲポイさんとエンジンルームですれ違ってボタン押しですね。なんでちょっと、まあ分かんないですけど、寺野さんとオラフ君はちょっと難しいかなとは思ってます。うん、はい。詳細は知りたいですけどね、それぞれの。先端とほぼ同じように行動してると思う。展望デッキで先端とすれ違って、先端を追っかけるようにして通信室入って、僕が通信室直してエンジンルーム戻ってコックピットなので。あ、そっかそっか、アドミンターの感じ。あ、そう、難しいかな。その、サントスさんがエレクトリカルいたときに、エレクトリカル内にいたのが僕とザツキンさんとチャゲポヨさんでした。で、僕が先に、通信室の方に行ったって感じなんで、はい。オラフ君最終位置は？あ、最終位置は通信室コックピットですね。寺蔵さんコックピットいましたよね。ザツキンさんも多分そこだよね。はい、ザツキンは走って、さ、チャゲポヨさんとキッチンまで行ってます、うん、キッチンですね。武器庫あたりで一緒になって、はい、キッチン入ったタイミングでボタンになってますね。10秒前だったら、展望デッキいたの誰？最後誰もいない。いない。じゃあそこに死体がありそう。直前展望デッキぐらい。え、じゃあ死体じゃない。そこに夏目さんですか。え、あれ、僕に現でそれ結構考えにくいと思います。ちょっと次話しますね。はい、はい。展望デッキいたの5秒ぐらい前かな。わかんないけど。ザチキンさんの経路も聞いた。ザチキンさんとアルマさんじゃない？素直に考えるなら。
タン押したんで押せません。はい、あ、すいません、現の所定からの行動を説明させてください。貨物脇でラウンジアーカイブ、シャワーメインエレキっていう順でエレキで起きた出来事はさっき話した通りです。で、貨物とラウンジ移動してる時にアーカイブ方面から来る夏目さんを視認してますので、夏目さんは貨物とか神殿座あたりで死んでるんじゃないかなって現視点だと見えます。まあエレキかもしれないですけど、普通にどっちの肉か分かんなかったんで。なんで夏目さんが展望デッキっていうのはちょっとんってなりました。じゃあキッチンにいた2人は展望デッキに直前にいたとかないの？ないです。いや、なかったです。武器庫で一緒になってるんで、武器庫で抜けてもキッチンに抜けた瞬間ぐらいでレポートです。そうですね、無視してください。じゃあ、なんかアルマさんどこいたんですか？アルマは初手エンジンメインシャワー、昇降機右のダウンロードをやってシャワーに戻ったタイミングくらいでゲンさんとすれ違って、で最後がメインからエレクトリカル入ろうとしたところでレポートなんですが、最後オラフ君をメインで見た気がするんですけど、見間違いですか、ね、いや、合ってます。はい、僕も合ってますよね。あれ、はい、コックピットってさっき言いませんでしたっけ？あ、ごめんなさい、コックピットエンジンメインって言った。あ、そうだよね、コックピット先に抜けてもらったよなと思ってた。うん、そうだった、はい、そうですよね。あ、はい、飛んでました。それでもそっち側に行くまではちょっと無理だと思う。エレクトリカルまではいけないと思う、絶対。僕は全然疑い位置に入ると思います。ゲンさんがとすれ違う前にいくらでも僕がエレクトリカルにできるするタイミングは全視点あると思うので、僕は容疑者位置です。まあ、あとはマックスさんかな、素直に。まあ、いる。神殿の前にいるっていうわけですけど。さすがに、でも電気通で殺してバイタル情報ありますってはなかなかとね。まあ、でも貨物で、うん、まあ、夏目先生を殺して診察室のバイタル情報本当のこと言ってるは、うん、あるかな。それは確かにそうですね。ああ、でも位置的には確かにそうです。僕貨物で一人で湧いて、金庫助けやった後って感じなんで、あ、ゲンさんのセリフはないと思いますね。僕がその寺蔵さんよりも前にエレクトリカル、あ、アドム見た時にエレクトリカル位置ずっとついてたんで、ゲンさんのセルフは僕からもないと思います。僕もないと思います。20秒前っていうので、うんうん、多分それくらいにゲンさんとすれ違ってるんで、僕20秒じゃない、10秒前で。10秒前、あ、対抗が白い釣れないな。釣れ気ないのかな。ガンガン釣っちゃっていいと思うけどな。ヘラドさんとラフカーも隠しろでいいね。私マックスさんの情報が進化技科で考えればもう勝ちだと思うけどね。で、僕もボタン押してるから隠しろ3人いるし。まあ押しましたか。うん、どうしてもマックスが怪しい位置にいるなって思っちゃうな。電気室で死んでる可能性があって、まあ原さんの言うことを信じるんであればラウンジ方向に向かっているってことは貨物診察あたりで死んでる可能性があって、いずれにしてもマックスが死体の位置にめちゃめちゃ近いからすれ違ってる情報が出てないのがそもそも怪しいかなって思ってる。ごめんなさい、最終コックピットにいたの寺尾さんだけですか？ザチキンさんもコックピットじゃなかった。あ、そうか、そのまま抜けたのか。抜けてます。俺が抜けてる間にオラフ君とザチキンさんが抜けてるんだよね。先端って最終位置どこなんだっけ？僕ボタンス。で、チャゲポヨさんとザチキンさんが武器庫からキッチンに行ったって感じですか？そうです。10秒以内にお互い白証明できますか？10秒はいなかったと思いますけど、まあ5秒くらい。チャゲポヨさんがエンジンが変わらないんで。そうですね、エンジンで先端さんとすれ違った後にザチキンさんと武器庫でご一緒してるっていう感じなので、そのお二人の証言から僕はできないのかなっていう。チャゲポさんはどっから行ったんでしたっけ、エンジンの方に。僕はメインホール、電気室からメインホール通ってエンジン行って武器庫室から行ってだったら容疑者です、ね、あ、そっか、あ、でも10秒以内だったら大丈夫だ。大丈夫だ。丈夫だ。失礼失礼。10秒以内だったらセーフですね。うん、バイタルの情報を軸に考えて、うん、釣っていけば勝てると思いますけどね。うん、
釣るとしたら誰から釣るのがベストなんですかね、マックスさんからじゃないですか。マックスさん、でもそのバイタル情報出してるの僕ですけどね。マックスさんが偽の場合は普通にチャゲポヨさんと2人っていうこともあり得るんじゃないかなと思ってますけど、うん、そうですね、マックスさんとアルマさんの中には絶対一郎いると思ってます。うん、僕もそれは同意ですね。もう僕これボタン押してるんで、なんならロラするんだったらここから開始してほしいなって思ってボタン押してます、はい、ボタンの量的にも、うん、なるほど。じゃあ集まりその方に入れよう。はい、俺やん。あ、僕無投票、無投票にします。スプリット嫌なんで。あ、ごめん、僕もスキップ入れちゃった。ああ、集まりすぎやって。僕ボタンない、僕ボタンないです。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 まあロラは集まりやすい方から入れるのが大事。でもなんかスキップに入れてるあたりなんか黒なのか、まあ、鶴優先順位はちょっと低いかな。ロラの順番は多分アルマさん、マックスさんの順の方がいいと思いますけどね。順当な流れでいくと合ってるか合ってないか関わらず、はい、はいはいはい、うん、はい、どう釣りますか。ま、まあ満票でしたけどね。ザチキンさんどっちから行ったんでしたっけ。ザチキンはセキュリティの方から向かってます。オラフさん目線、チャギポヨさんがエレクトリカルにいたっていうならもうファントス3キロエレクトリカルのチャギポヨさんで間違いないと思ってるんですけど。おお、でもオラフ君とあと誰かいなかったっけな、電気室サントスさんと、ザシキン、オラフ、チャゲポヨ、ファントスさんの4人がいて、オラフさんはエレクトリカの階段はしごを使って登ってますよね。音が聞こえたんでそれで間違いないと思って、一番最初に抜けたのが僕。音が一人しか聞こえないな、サントスさん残ってるんだと思いながらセキュリティからキッチン向かって武器庫コックピートの方に向かってたんで、チャゲポヨさんがそこに残ってるんだったらチャゲポヨさんがキルしてそれを、メディカルのマックさんが偽装してって可能性が一番高いなと思ってるんですけど。チャゲポヨさんってどういうルートで、はい、あのエンジンルームとか、行かれたんですか。いやでも電気室からのはしご登ってメインルーム、エンジンルーム、武器庫、キッチンです、ね、でも結構電気室おった時間長いですよね、うん、なんか僕視点だったら、ね、はいはいはい、登った時に電気室の左でチャゲポヨさんを見たんですよ。はい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 。でその後、そうですね、メインエンジン通信室っていう風に行ったんで、うん、その後チャゲポヨさんがすぐ登ったとしたら僕の後ろにいてるはずなんで、オラフ君はコミまで来てて、コミ直って、で、そっから僕エンジン行くときにチャゲポヨさんの通知があったんで、めちゃくちゃ長い時間電気室にいる、もしくはメインホールかエンジンでタスクしてるんだなっていう印象はありますね。サントスさんの時は見なかったって感じですか。サントスさん一回すれ違ったぐらいですね。これマックスさんが電気室でサントスさん切ってる、あ、でもそれは考えづらいって感じでしたっけ。いやありえるんじゃないですか。夏目さんの方のキルが、そう、あの、はい、マックスさんかどっかまで見えてないんで、うん、そうそうそう、なんで、はい、申し訳ないですけど、うん、まあもうおタスクやらずにお楽しましょう。あ、チャゲポヨさん、あ、くれ、あれ僕からロラじゃないの、アルマさんから落とすのアルマさんに入れたんですけど、うん、多分順当な流れはアルマさんですけど、マックスさんスキップ入れてるからもう決め打ちで、ね、強気だな。仕返ししてやった、ナイスファイト、仕返ししてやったわ、決め打ち、アルマ殺してよ。いや、決め打ちでしたか、うん、決め打ちでさそう。そんなに僕黒マックスさんが、いや、マックスさんがアルマさんに入れてたらアルマさん釣りでよかったけど、原産の夏目さんの情報がすごく、結局サントさんは電気室でしょ。夏目先生は貨物じゃないですか。貨物でマックスさんが怪しくなっちゃうよ、診察室で言ってたから。夏目さんの声の元気が違う、あの短命なんで今日ちょっとね、短命でもいいんですよね、人間2周目ぐらいになった方がね、はい、いい人間になれると思うんで大丈夫です。わかるんだ。ちょっとわかります。つまりゲンさんは2周目。よく言われます。何周目ですか。はーい、死んだわ。さ、シンさんめっちゃ強かったな。すごい、冴え渡ってました。やっぱ元気は出すもんですね。はい、
クスさんの偽装疑いから一気にボロボロ詰められたの、詰められましたね。あ、詰められちゃいましたね。いや、電気室でキルしてるの知らなかったんで、あれが近かったのが結構痛かった。ああ、そうだったんですね。そう、あの、僕も貨物でやってたから。ああ、そっかそっかそっか。そう、なんか右側に結構集中しちゃってたのが、うん、たまたまですけど、運が悪かったですね。